ICO イニシャルコインオファリング詐欺は仮想通貨の ICO を通じて不正に資金を集める詐欺です。以下は ICO 詐欺の一般的な手法のいくつかの例です。1、架空の ICO 詐欺師は存在しない仮想通貨を開発することを約束し投資家から資金を集めます。彼らは偽のプロモーションやメディア記事を使って信頼を獲得しようとします。 2. プロモーションでの誇張。詐欺師は、実際よりも高いリターンを約束することで、ICO への投資家を誘惑しようとします。彼らは、偽の成功ストーリーや仮想通貨の性能について大げさに主張することがあります。3チームの信用性の虚偽。詐欺師は、偽のチームメンバーや顧問を作成し、実際には存在しない企業のように振る舞います。これにより、 投資家がプロジェクトに信頼を寄せ、資金を投入することができます。